古文してるね。愛川翔、古文うさぎオーディション。まずはやっぱり黒だ。やっぱ黒。仲間思いですね。いいや。なんかレーダー持ってるみたいな動きしてるな、なんか。二番。ラッシー。この天才派っていうのはすごく気になってるし、相当食いしん坊なんだな、これ。いいかもしれんな。これはもうボス候補かな。次期のボスを狙ってもらいたいと思います。毛並みの綺麗な肖像。名前出てこう肖像だよね。まあ、うちらのグループに入ったら、お前もモペイで。この3話となりました。軍団名はウサギ飛び、小の子分ウサギたちという意味を込めましてウサギ飛びと決定しました。またこのウサギたちにね、やっぱりこう羽ばたいてもらいたいという、ね、意味も込めましてウサギ飛びという、グループ名にしましたのでよろしく。マイカさん、はい、このダニー・ダスティ・ショウゾと対面するのは6月16日のイベント当日ですけれども、そうですね、3話になったら、まず最初に何をされたい。そうですね、まずは3話並べてね、一緒にね、グループ写真を撮りたいね。6月16日、ピーターラビット2、バーナバスの誘惑公開記念、うさぎまみれ配信イベントを行います。詳細は、ピーターラビット2、バーナバスの誘惑 SNS で、よろしく。まあ、あのイベントをほら配信するときは、まあ、ウサギたちね、このウサギ飛びの専用のねカメラもみんなにつけて。ピーターラビット、世界で一番有名なウサギ。ピーター、この俺が悪に引きずり込んでやる。ピーターラビット2、バーナバスの誘惑。おいおい、やりすぎだろ。